フォアボール奪いました。まだボール落ち着きませんが、山根を走らせる。前を見て山根、オープニングゴール。なんとなんと、開幕キックオフから1分経たないところ、最初のシュートが先制点、山根とは。お互いにね、プレスが本当に激しいですねっていう話をしようとしたところで、はい、まあ、1本のチャンスでね、カナダものにしましたけども、まあ、シンプルにボールに前を送って、そのこうディフェンスのクリアミスというかね、クリアしたところをセカンドボールに拾って、そのまま豪快にシュートを狙ってましたね。山根選手もね、ボール見えてますし、ここボール自分を拾った瞬間に今ゴールの中身確認しましたんで、キーパーの位置とね、しっかり狙ってましたね、シュートね。2本目、ボール前、田代、同点に追いついた。栃木同点。まあ、金沢のディフェンスゾーンで守ったんですけど、まあ、そこで、ね、うまくこう外してというか、マークいないところのコースで、まあ、ボールも入ってきたのも良かったですし、そこでドンピシャで会いましたよね。ちょっとゾーン気味に守っているディフェンスの、ね、空いてるスペースが少しあったので、はい、うまく入り込みましたよね、田代選手がね。何か先ほどのキックミスを帳消しにするような、ね、その気持ちのこもったヘディングシュート、すぐさま栃木1対1同点に追いつきました。変わりながら秋元、左足で上げてくる。さあセカンドボールはエリアの中、面白いところ粘っています。森、もう一度上げ直して、わずかに枠の右。タイミング的には非常にいいですよね。入ってくるもうマークも完全に外れてます。矢野がここで絡んでいく。さらには秋元、ホイッスルありません。広いから渡辺大輝、さあチャンスになる。ゴール前懸命に今も戻りました。広いが左足、ああサイドシュート、よく防ぎました。こう判断ね、待ってよく手伸ばしましたよね。ここで加藤が受けますが、うん、面白い。さあ島津が走っている、1対1、左足、塩田、ここは勇気を振り絞って前に出ました。大橋から一旦止まって、こう様子見ながら、相手のドリブルのコースを見ながら、ね、セービングに行くっていうね、非常に冷静なプレーだと思います。今日6本目、ゴール前浮いたところはホドルフォ、前に送る、山根だ、山根、もう抜け出しも非常に良かったですし、狙、はい、としても良かったよ。足の先生触ってますね、やっぱり、ね、ポイントで渡辺大輝からホドルフォ上げてくる、高いボール、島津落として、ゴール前、加藤、しかしここも塩田だ。素晴らしいですね。いやー、よく反応しました、ゴールキーパーの塩田。このクロス上がった段階でこのヘディングシュートも警戒しますし、折り返された瞬間しっかり足を運んで、高安、なんとここのパスはありません。渡辺大輝が積極的にいましたが、矢野からさあ前に送られる、チャンスになる。左サイド、グラウンダーのボール、大島、あ、枠の左、いや決定的な瞬間でした。はい、非常に鋭いカウンターでしたね。矢野口翔選手の粘りから、そして目安の5分台に突入。さあもうほとんど時間がありません。ゴール前長いボール、ここでホイッスル、試合終了。制限金沢対栃木 SC、 今日の試合1対1ドローという結果になりました。